皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1962年公開の、キングコング対ゴジラ。英語題、キングコング VS ゴジラ。監督は本田石郎。脚本は関沢真一。主な出演は、高島忠夫、佐原健二、藤木優、など。突如、北極に現れたゴジラが帰巣本能により日本に向けて南下を始めた。同じ頃、パシフィック製薬宣伝部では視聴率アップに利用するため、パロ島の魔人キングコングを生け捕りにする計画を進める。というストーリー。東方ゴジラシリーズの第3作で、初のカラー作品。ダークなトーンで反核メッセージを持つ前2作と違い、本作は明るくコメディ色が強いエンターテイメント作品となっている。といってもミニチュア焼きぐるみによる特撮シーンは今見てもよくできている。ストーリーは合ってないようなものなので、キングコングとゴジラのプロレスを堪能する作品。ちなみに、浜見えと若林明子がボンドガールになったのは本作がきっかけ。ということで、評価は。Thumbs up!